はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、じゃあ前回の続きからやっていきたいと思います。まあプレートを全部手に入れましたので、もうちょっとプレートのあるところに行きました。じゃあこのまま行きましょう。これですね、調べる。よし、プレートをはめ込むぞ。カチャピキーン、光り出しましたね。お、ゴゴゴ、おお、ガガー、お、道が開けた。扉だ、扉が開いた。よし、行こう。この奥か。ん、別のマップ入れそうな感じですね。ミッションを開始する。こいつらはサクッと倒したい。オッケー。次のエリアか。あ、早速と思ったけど。ここが開幕会なのか。 RX に確認してみよう。太郎は拠点に連絡し周囲の映像を送った。開幕会ではないようだ。だがあんな装置で出入り口を封印するのはクライシスの仕業に違いない。そのエリアに奴らの拠点があるのは間違いないだろう。わかった、捜索を続けよう。開幕会ではないと。よし、これで中継地点2かな。お、なんだ、チャップが出てきた。チャップ、やはりここは。ベベ待て、チャップなんて追いかけたってしょうがないだろ。く、逃げ足の速いやつだ。しかしここがクライシスの拠点であることは確実なようだ。え、チャップが一体いただけで判断すんの。その頃クライシス帝国の幹部たちは。何？ヒーローどもが侵入しただと？は、申し訳ございません。ボスガン、この失態どう償うつもりか。か、考えがございます。何？言ってみろ。この際、ヒーローどもを捕獲するのはいかがでしょう、ございましょうか。洗脳するもよし、実験台にするもよし、もちろんそのまま処刑することもできます。だが、どうやって唱えるのだ？百名バーが適任かと。百名バーか。彼女はすでにヒーローの仲間を捕らえることに成功した実績もございます。百名バーといえば海魔妖族の頭領。確かに期待はできるが。よし、分かった、あの者に任せよう。百名バー。ヒーローたちはこのエリアがクライシスの拠点とみて探索を再開した。判断早すぎねえか。お、ここは扉だけど何にもない。扉が結構ありますね。え、100円、美しいガーネット。宝箱に何の魅力も感じないですからね、これ。ブラックガロンじゃないか。おお、強い。とりあえずこっち側でいいのかな。あれ、なんかある。おー、ボスガン、ようこそ我がクライシスの拠点に。あっさり喋るなよ。出たな、ボスガン。ヒャハハ、今度はこやつが獲物か。何者だ。私は百名バー海魔妖族の頭領じゃ。よし、ヒーローどもを捕らえるのだ。助けて、ダブルオー。この声はノーベルガンダムにカプル。どこだ、我々が分かるのか。ヒャハハ、この目じゃよ、私のこの目じゃ。目だと。あの若い娘たちはこの目に取り込んでやったのだ。これからじっくり命を吸ってやるぞ。ふふふ、お前たちも同じ運命になるのだ。そうはいくか、百目バー、仲間を返してもらう。アホ抜かせ、お前たちもこの目に吸い取ってくれる。吸引力は100倍じゃん。普通に戦闘か。とりあえず
いつもの感じでいきますか。封鎖どうしようかな。とりあえず炎をやってみよう。で、風をやってみよう。うお、かされた。回避率が上がった。これはロックオンだな。お、弱点だ、いきなり。ロックオンが結構役に立ってますね。あれ？もう死にそうなんだけどこいつ。あれ？モドコ。あれなんだ、ヒットポイントは全然ないけど、どういうことだ。もうヒットポイントないっすよねこれ。なんだかよくわからんな。とりあえず攻撃は仕掛けていくか。ヒールレイン2を打ちましょう。ダメージはめっちゃ与えてるのにな。どういうことだ。まあいいや、このままアストラを使って、ダブルエクストリーム。あれ回避できないんじゃなかったっけこいつ。普通に回避してるし。ちょっとヒーローラッシュを使ってみるか。これじゃないと倒せないとかないよな。くらえ。あ、なんか回復してる。すげえ今更だけど。お、回復した。普通に回復した。なんだなんだ、どうすればいいんだ。あー、しまった、普通に防御してしまった。3。俺はそれでもちょっとわからんな。こいつはとりあえずウルトラゼロキック。うわ、めっちゃかわされる。どうすればいいんだよ。一応またロックオンをかけるか。ヒットポイントは大丈夫かな。あ、間違えた。あ、別にいいや。回復されてるけどなぜか倒した。全く意味がわからん。わけがわからず。戦いが終わった。そして100名バーはもう終わりか。ギャー、助かったわ、ありがとう。倒せば助かるっていう保証はなかっただろう。よく倒したな。みんな来てくれると信じてたわ。見捨てるわけないだろ、俺たちは仲間だ。だって100名バーが死んだら解放できるなんて話はどこにもなかったよ。おのれヒーローども、こうなれば抹殺するまで最強の円盤生物で始末してくれるわ。ボスガンは手にした水晶玉を掲げると叫んだ。いでよブラックエンド。やはりな、ずっとその水晶玉で円盤生物を操っていたのか。ブラックエンド、行け、ヒーローどもを倒すのだ。ギャー、連戦か。そんなに消耗はしてないから大丈夫だとは思うけど。最高プレイガルネットバスター。一応弱点をちょっと探していきますか。ガードされた。うわ、防御力が下がった。まあいいか、ハイパーバズーカを撃とう。ガルネイトバスターがダメだったんだよね今。これどう。
損した、やった。これ使ってこう。ハイパーバズーカはじゃあいいか。ひるみとか、スタンしろ。おお。もしやスタン結構確率高い。これはラッシュ使うまでもないな。これでまたスタンした。もうあと1ターンか2ターンで終わるな。これ火属性やってみよう。うわあ、ガードだった。弱かったな。やったか、ブラックエンド。何をしている、お前の力はそんなもんか。ボスガンは水晶玉を振りかざし、ブラックエンドに呼びかけた。え、また来るの。まだ生きているのか。何この怪獣、不死身なの。水晶玉だ、あの水晶玉を奪うぞ。そうはいくものか、ブラックエンド。ヒーローどもは任せた。逃がさんぞ。ギャーン。くっ、こいつの相手は私たちが引き受けるわ。みんなはボスガンを追って。分かった。ブラックエンドの反撃。え、ブラックエンドだって。あいつらと戦ってんじゃないの。カプルノーベルガンダムと。行き止まりだ。サクッと行きましょう。サクッと。とりあえずウルトラマンゼロがレベル上がりましたね。ちょっとウルトラマンゼロのレベルの上がりが遅いけど。あれ、始まっちゃった。何みたいな。もう逃げられないぞ、ボスガン。うわー、ぐわー、ウルトラ念力。何今だ、水晶玉を。あ、くっ。ダブルオーは隙をついてボスガンの手から水晶玉を奪い取った。よし、それを持って戻ろう。ブラックエンドを倒すんだ。あ、ボスガンはシカトするんだ。水晶玉を手に入れたヒーローたちはブラックエンドとカプルたちが戦う現場へ急いだ。おのれ、ヒーローども。しかしこれで終わりではない。必ずやこの手で地獄へ送ってやる。追いかけないんだ別に。そして戻らないといけない。どこの広場だっけ。ここだ。ヒットポイントは大丈夫だけど、ユニコーンの SP がない。メガスピリットタブを使いますか。どうしようかな、もう一個使っちゃおうかな。ギャーン。はあはあ、なんて強さなの。もうこれ以上は限界だわ。そんなに強くなかったけど。待たせたな。ギャーン。水晶玉をブラックエンドにぶつけるんだ。了解、ブラックエンド、これで終わりだ。ダブローは水晶玉をブラックエンドに投げつけた。投げつけるもんなんだ。ふっ、赤いエネルギー体に変化した水晶玉はブラックエンドを粉々に破壊した。回復した意味なかった。戦闘にならないんだ。やったな。ああ、よし、ノーベルガンダムとカプルを連れて一旦拠点に戻ろう。え、本当に回復した意味なかった。その頃、クライシス帝国では、ヒーローどもめ、百メバーのみならず円盤生物までも申し訳ございません。かくなる上が、我が海魔獣人大隊の総力を結集し、この命に代えてもヒーローどもの息の根を。待て、ボスガン、まもなく計画は最終段階、仕上げは措置が直接指揮を取るのだ。しかしそれでは守りが手薄に。つかーなんだ、なんか出てきた。なんだお前は。静まれ。この声は皇帝陛下。そのものはグランザイラス。グランザイラス、クライシス帝国が誇る強力な破壊兵器にして最強怪人。こやつは
メガトン級の爆弾を内蔵している。いざとなればヒーローどもを道連れにすることもできよう。こやつを守りの要とせよ。必ずやヒーローどもを滅ぼし計画を完遂するのだ。はは。強そうなのが出てきましたね。拠点に戻ったヒーローたちはノーベルガンダムとカプルとともに作戦会議を開いていた。つまりノーベルガンダムとカプルはハザードの後あのエリアで目を覚ましたんだな。ええ、だから他にも仲間がいるかもしれないわ。それにクライシスは異世界の力を集めていた。悪用される前に手を打たなければ。特にウルトラベルを一刻も早く奪い返したい。あれは廃墟地帯東の攻略に必要不可欠だ。クライシスの研究室の位置なら私わかるわよ。本当ですかお嬢さん。百名バーの目の中からちゃんと見てたのよ。そこに行けば異世界の力で何を企んでいるのかわかるかもしれませんね。そうだな。ならばヒーロー隊はまずはその研究室を目指そう。仲間の捜索も忘れるんじゃないぞ。了解。俺は溶岩地帯南探索を担当するぜ。バースさん、もしかして一人で行くんですか。僕たちがお供しますよ。アストラにビギナギナ、こいつは心強いぜ。そういやメテオは。彼には各キューブの調査に出てもらった。全体の状況を把握しておきたいからな。なるほど。私たちはどうしよう。メディカルルームで検査を受けてもらうわ。あなたたちはクライシス帝国に捕まってたんでしょ。元気そうに見えても知らない間に何をされたかわからないわ。怖い。なんだこれ。よし、いいな。では各自準備にかかってくれ。お、目的地が表示されてる。あ、そうか、知ってるって言ってましたからね。じゃあどうしようかな。もうちょっと行きますか。とりあえずアイテムラボでアイテムは置いてこう。ちょ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 いーと。ハザードキューブのこれは第2地点で良さそうですね。これなんか近くに見えて逃走だけど、こっち側行けるか。行けないですね。一撃で倒せるとこはすげえな。ここは一回転して終わりか。ここも何もない部屋。これよりミッションを開始する。ブラックガロンはまだちょっと手に入れてないか。ここは？ここも何もない。ってことは普通に進まないとダメか。俺のビッグバンはもう止められないぜ。強い。こっちは普通に来ましたからね。そういやボスガンどうなったんだっけ。逃げ帰って終わりか。仮面ライダーダブルがレベルアップ。あ、行き止まりだし。こっちここは何もないか。今回この扉は何にもない地帯が多いですね。
お、ブラックガロン手に入れた。まあ、チップは解析しないといけないっていうのが若干めんどくさいですよね。この扉とか、うん、何もないのばっかりだな。マジ強い。この扉をどうするか、入りますか。一応宝箱がある。ユニコーンあと15だ。ここも特に何もないか。これはカプリから聞いた研究室はこの扉の向こうだと思うんだが。ヒーローたちは扉を調べた。しかし電子錠でロックされていた。鍵がかかってる。ああ、しかも相当頑丈にできている。そう簡単には破壊できないな。仕方あるまい、他の道を探すか。結局行けないのかよ。よーし、レベルアップ。ん？なんだなんだ。お、いきなり出てきた。貴様らだな、ヒーローというのは。なんだお前は。我は皇帝の使者、最強漢字最強怪人グランザイラス。ヒーローどもを滅ぼすために使わされたものだ。グランザイラス、先へ進むにはお前を倒すしかないようだな。はっはっは、倒せるものならばな。うん、最近サクッと戦闘になりますな。とりあえず炎、どうしようかな。もうビーストでガンガン溜めてこう。ちょっと早い早い早い。ん？大丈夫か。もう一旦大丈夫だな。これ。ん？打撃がガードされる。ん？なんだなんだ。全部ガードされんな。射撃もダメだったな。え、どうすりゃいい。とりあえずジェルバスター装備で。これもダメ。いやー、なんだ、耐性が高いなこいつ。全部かわしたし。アストラをこいつに使って。なんだ、何が効くんだ。どうする、一旦使うか。もうこれは普通にプライザーソードのユニコーンコンボ2のエメリウム。じゃあちょっと回復しないとまずいな。多分これじゃ押し切れないからな。おお、1って1ってマジか。光は効かないんだな。じゃあ全く効いてなかったからな。炎とか。何なんだろうな。それでも
まあ最強怪人を名乗るだけはある。いまいち何が効くんだかわからない。風とかはダメだ、ガードされる。おお、すげえすげえ。ユニコーンのブレイブスキル意外に役立つな。アストラス、普通の射撃はガードされるか。まあでもしょうがない、もうこのまま攻撃を続けて倒すしかないですからね。ヒールレインにしよう。じゃあここでヒーローラッシュ2ターン使おう。ライザーソードかな、ユニコーンコンボかな。シャイニングエメリウムスラッシュはなんか効かなかったからな今更だけど、普通にウルトラゼロキックにしとくか。ゴールデンエクストリームは、うん、まあ当たるな。よしよしよし、オッケー。グランザイラスも終わりか。最近ちょろっと出てきてすぐ退場になるな。やったか、おのれ。まだ息があるようだ、早くとどめよう。言っておくが俺自身メガトン級の爆弾そのものだ。お前たちも巻き添えにしてやる。何ふふふ、ははは。グランザイラスは傷ついた体を引きずりながらヒーローたちに迫ってきた。まずい、引くぞ。待てー結構元気じゃん。てか拠点に1回帰るよそのまま。背後から迫るグランザイラス、うおー、逃げ切れん、伏せよ。え、逃げ切れないの体引きずってたんじゃないの。だってどこーん、みんな無事か。ああ、それにしても凄まじい爆発だったな。いや、そうは思えないぞめっちゃ近くにいたのに。ん、爆発したのは扉の前だマジか、なんてご都合主義なんだ。衝撃で扉が破壊されてる。やったな、これで先へ進めるぞ嘘こいつら無傷なのになんで。まあいいや、とりあえず一旦戻りましょう。 OK。はい、というところで、まあなんだかよくわかんなく扉が開いたので、次回はあの扉の中から探索を進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。